最下位に低迷する中日は15日に立浪和義監督54が来期も続投すると発表した加藤球団代表は3年でチームを改革してほしいとお願いをして引き受けていただいたいきさつがある去年今年と非常に厳しい成績で道は険しいと言わざるを得ませんけれども一方で新しい目が出てきている立浪監督には不退転の決意のもと 3年目に向かって改革を推し進めてもらいたいという判断ですと説明したしかしこの日の巨人戦バンテリンは0の7で今季22度目の冷風負け48勝77敗4分けで借金は1995年以来となる借金30にリーチをかけてしまった2年連続で最下位となれば球団史上初の屈辱 そんな状況での続投発表にネットや SNS 上は大荒れとなったただそもそも中日関係者や OB の間では立浪監督の続投は規定路線とみられていた OB の1人も球団は立浪監督の長期政権を想定していたはず5年契約じゃないかという噂もあったぐらいドームにお客さんは入っているし やっぱりミスタードラゴンズである立浪監督には頑張ってほしいと思っている人は多い。2年で終わりということはないとみんな思っていた、と話していた。とはいえ、加藤代表が3年目は待ったなしの状況であると我々も思ってますし、監督も分かっている、というだけに立浪監督にとって来季はまさに正念場となる。 加藤代表は補強やスタッフ構成など全面的にバックアップすることを明らかにしているがその第1弾として OB の井上和樹氏52の入閣が濃厚井上氏についてはチーム内で2軍監督への就任が噂されているしかし前出の OB が井上は立浪監督にもしっかりとものを言えるタイプ 一軍でで支える方がいいのではと分析するように球団側の判断次第では一軍ヘッド各で入閣する可能性もある立浪監督は昨年オフに阿部、強打をトレードで放出して枠井、砂田を獲得、シーズン中にも日本ハムとの間で軍司と山本。 斎藤と宇佐美の2対2のトレードを実現させたが来年は勝負の年となるだけに戦力補強の動きはより活発となるはず OB の間からは「頻打解消のためバンテリンドームのラッキーゾーン導入についても本気で動くのではないか」と見る声も出ているいずれにせよ3年目こそ結果を残さなければならない立浪流の動きがこのオフも話題の中心となりそうだ 私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。衝撃的な人事だ。2年連続で断トツの最下位でチームは内部分解し、ベテラン選手は試合にも出してもらえず引退に追い込まれ2000本安打を達成した。大島選手はお役御免であまり試合に出してもらえない。チーム内は規制でがんじがらめで死後も禁止された。これが立浪野球だ。 球団はチームの成績は興味が全くなくただ観客動員数アップを優先し立浪監督の続投を決めたのか今年のドラフトでドラゴンズから指名された選手もドラゴンズ行きには疑問視するだろうネオ選手を見れば分かるが立浪監督では選手が育たないチームが最下位なら選手の年俸も上がらずドラフト前でドラゴンズ行きを拒否するだろう 井上さんは2軍監督時代にウエスタンの優勝経験があるけど確かにヘッドコーチでも良いような気もするどちらにしてもヘッドコーチも2軍監督も新しい人を迎えてほしい落合コーチは投手コーチ1000人の方が良いと思うあと立浪監督が師と仰いだ星野さんは2度目の監督就任時に投手コーチに宮田さんや山田さん打撃コーチに水谷さん 守備コーチに二宮さんなど中日とゆかりのない外部の方でも有能なら招いていた OB や自身に縁のない方を招くのも良いのでは結局一番悪いのはフロントや立浪以下コーチ陣でもなくここまでひどい状態でもバンテリンドームの観客動員数が増えてることにあるファンだと思いますね観客動員が激減すればフロントも危機感を抱くと思いますがむしろ増えてるので フロントも現状維持で問題ない。と思い何も改善しないしなんなら選手の年俸も上げないで済むので最高だと思ってるでしょうね。